平野翔が1億円を自腹で負担。盆の MV 制作費はと滝沢社長の大盤振る舞いの真相。滝沢社長の男気と平野翔の献身、盆の MV 制作にかけた情熱と努力の裏側。平野翔が自腹で盆の MV 制作費を負担したという驚きの真相とは、滝沢社長の大盤振る舞いの背後には何があるのか。 そして1億円という巨額をかけて作られた MV の裏側にはどんな物語があるのか。今回は、平野翔、神宮寺優太、岩優太の3人がボンの MV に込めたこだわりとその制作過程に迫る。ファンにとってボンの MV 公開は特別な瞬間だった。その理由の一つが、この MV の制作費にどれほどの金額がかかり、その背後にはどんな人物や努力があったのかを知ることで、 彼らがどれほど真剣に作品に取り組んでいるのかを理解する上で非常に重要だからである。平野翔、神宮寺優太、岩優太の三人がボンの MV に込めたこだわりは、一目見ただけで感じられるほどだ。彼らはただのエンターテイナーではなく、クリエイターとしての顔も持っている。インタビューで平野くんが語ったように、彼が芸能界に残ったのはメンバーと一緒だったからこそであり、一人ではその道を選ばなかったかもしれない。 それほどに彼らのの絆は深いものだ MV 制作に関わる費用は莫大だが、その一部を平野くん自身が負担しているという話には驚かされる。彼は自分のためにお金を使うことよりも、仲間やファンのために使うことを選ぶ。これは彼の人間性を象徴するものであり、ファンにとっても感動的な事実だ。お金の使い方に関しても彼は非常に慎重で、 ファンからのスーパーチャットやギフトを受け取ることすら嫌がるほどだ。こちらがお礼したくてやっているのにという言葉には、彼の真心が込められている。また、滝沢社長がボンの MV 制作に多額の資金を投入しているという話もある。彼の男気あふれる姿勢と、作品に対する熱意が伝わってくる。1億円という金額は、新人グループの IMP とは異なり、 すでに確立された本に破損の価値があると判断されたのだろう。3人のメンバーが平等に費用を負担しているという事実も、彼らの絆の強さを物語っている。MV の制作に関わる費用には、日当、衣装代、機材、照明、VFX、人形制作費、大道具小道具、場所代、弁当代、振付師のギャラ、ヘアメイク、スタイリストへのギャラ、 監督や助監督へのギャラなど、さまざまな項目がある。一日を超える撮影には宿泊費も加わり、借りる盆栽も高額だ。短時間しか映らないダンサーたちも多く、彼らの衣装もすべて用意しなければならない。これらすべてが高品質の MV を作り上げるために必要な費用なのだ。こうした背景を知ると、ボンの MV 型だの映像作品ではなく、多くの人々の努力と情熱の結晶であることがわかる。 ファンとして、その裏側を見ることができるドキュメンタリーがあればと願うのも自然なことだ。制作の過程やメンバーの姿勢を知ることで、さらに彼らへの愛着が深まるだろう。平野くんが様々な面でお金に糸目をつけない姿勢を見せることには感動しつつも、ファンとしては少し心配になることもある。無理をしすぎず、長く活動を続けてほしいという願いは、多くのファンが共有するものだ。 彼がうちでの小槌を持っているわけではないので、自分に鞭打ってでも頑張らなければならないと感じることもあるだろう。しかし、無理をしすぎず、健康第一で活動を続けてほしいというのがファンの正直な気持ちだ。三人がそれぞれ事務所を立ち上げて、個人事業主として活動しているという事実も、彼らの独立心と挑戦心を示している。それぞれが自己資金を投じて活動しているというのは、 通常の意味合いとは少し違うが、それでも大きな負担であることには変わりない。これが滝沢社長や戸部からの支援ではなく、彼ら自身の努力によるものだと知ると、さらに応援したくなるものだ。紙芝居の公団住宅を見に行った動画など、彼らの日常や制作の裏側を垣間見ることができるコンテンツも、ファンにとっては貴重だ。こうした映像を見ることで、彼らがどれほど真剣に取り組んでいるのか、 その熱意が伝わってくる。インスタライブを見るために相対するというのも笑い話かもしれないが、それだけ盆の MV がファンにとって特別な意味を持つものだったということだ。MV 制作にかかる費用や、その裏にある努力を知ることで、ファンとしての視点も変わってくる。彼らがどれほど真剣に作品作りに取り組んでいるのか、その姿勢を知ることができると、ますます応援したくなるものだ。ファンとして、 彼らの努力に感謝し、応援し続けることができるのは本当に幸せなことだ。さらに、この盆の MV を通じて、平野翔、神宮寺雄太、岸優太の三人の関係性の深さや絆の強さを再確認することができた。彼らがそれぞれの個性と才能を持ち寄って、一つの作品を作り上げるその姿勢には、感動と尊敬の念を抱かずにはいられない。このような素晴らしい MV を作り上げた彼らに感謝し、 これからも応援し続けたいと思う。ファンとしては、これからも彼らの新しい挑戦や作品を楽しみにしながら、その裏にある努力や熱意をしっかりと受け止めていきたい。そして、彼らが無理をせず健康でいられるよう、温かく見守り続けることが大切だ。これからも彼らの活躍を期待し、応援の声を届け続けていこう。彼らの今後の活躍が楽しみであると同時に、 ボンの MV を通じて示された創造性と情熱は、エンターテインメントの世界で働く多くの人々にとっての励みとなるだろう。彼らのような若いアーティストが自分たちの力で新しい作品を生み出し、それを世に送り出す姿勢は、多くの人々に勇気を与えている。彼らが見せてくれた努力と情熱は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなり、日々の生活や仕事においても、新しい挑戦に対する勇気を与えてくれる。 さらに、平野翔、神宮寺優太、岸優太の三人が持つ絆の深さは、単なるビジネスパートナーとしての関係を超えている。彼らは互いに支え合い、励まし合いながら、一つの目標に向かって進んでいる。この姿勢は、私たちが日常生活の中で直面する困難や挑戦に対処する際のヒントとなる。彼らのように、周りの人々との絆を大切にし、共に支え合うことで、 大ききな困難にも立ち向かうことができるのだまた、ボンの MV 制作に関する裏話を知ることで、エンターテインメント業界の裏側にある複雑さや、多くの人々の努力がどれほど重要で、あるかを理解することができる。MV の制作には、多くの人々が関わり、それぞれが自分の役割を果たしている。監督、助監督、振付師、スタイリスト、ヘアメイク。 VFX アーティスト、ダンサーなど、多くのプロフェッショナルが一丸となって一つの作品を作り上げる姿勢は、非常に感動的だ。これらの裏方の努力があってこそ、私たちは素晴らしい作品を楽しむことができる。彼らのインスタライブを見ていると、平野翔が、こっちがお礼したくてやってるのに、と言ったように、彼らの活動の背後には、ファンへの感謝の気持ちが強く感じられる。 ファンのために最高の作品を届けたいという思いが、彼らのすべての行動の原動力となっている。これこそが、彼らが多くの人々に愛され続ける理由の一つだろう。彼らのファンに対する真摯な態度と、絶え間ない努力が、多くの人々に感動を与え続けているのだ。さらに、滝沢社長の支援と彼の男気あふれる姿勢も、この成功の背後にある重要な要素だ。彼は、若い才能を信じ、 彼らに投資することでエンターテインメント業界全体を活性化させようとしている。このようなリーダーシップは他の業界においても見習うべきものであり、若い才能が活躍できる場を提供することが未来の成功につながるのだ。最後にこれからの彼らの活躍に期待しつつ、私たちもまた彼らのように情熱を持って自分たちの道を歩んでいきたいと思う。彼らの努力と情熱に感謝し、 その姿勢を手本にしながら、日々の生活や仕事に取り組んでいきたい。彼らのような若いアーティストが示してくれた努力と情熱は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなり、新しい挑戦に対する勇気を与えてくれる。彼らがこれからどのような新しい挑戦をしていくのか、そしてその挑戦がどのような形で実を結ぶのかを楽しみにしながら、私たちもまた自分たちの目標に向かって努力を続けていこう。 彼らの成功を見守り、その姿勢を手本にしながら、私たちもまた新しい挑戦に立ち向かっていこう。彼らの情熱と努力が、私たちにとっても大きなインスピレーションとなり、日々の生活や仕事において新しい挑戦に対する勇気を与えてくれることを信じて。